曲に行きたいと思います。ジェントルモンスターもありますね。六本木のツタヤみたいな感じ。今なんとソウルのインチョン空港に来てます。こんな感じですね。8月下旬です。結構人いる。朝もものすごい人だったらしいです。で今回はなんとニューヨークに行きたいと思います。で今回乗る飛行機はエアープレミアという新しい韓国の LCC ですね。ちなみにニューヨークはニューアーク空港に着きます。なので9時半なんですよね。そこら辺に出てる YP131 って書いてあるところですね。ここそれで行きたいと思います。ニューアークですね。カウンターが J-19 から J-27 なので、あ、すぐそこかな。なんと14時間のフライトです。でちなみにオンラインチェックインは自分はできませんでした。 D4 ビザで韓国にいるので多分それが原因でオンラインチェックインができなかったと思うんですけど、エラーって表示しちゃって、これみんなニューヨーク、まさか LCC で14時間。まあ、新しいんで席はいいと思うんですけど、いろんなパッケージがあって後で説明するんですけど、自分は預け荷物2個ついてるやつにしましたね。この中にちなみにもう1個スーツケースが入ってます。あ、まだ出てないのかな。エアカナダって出ちゃってる。ちなみに今5時34分です。で今いるのはターミナル1です。オープンは6時半からですね。今準備しています。もう遠足状態です。やっと動き始めました。チェックインしてきます。はい、無事チェックインできました。電話番号とあと帰りのチケットですね。お見せした感じです。見ての通りものすごい人が並んでます。早く来てよかったです。40分ぐらい待ったけど、あれを並ぶよりはいいですね。ゲートが32番です。でここから入ってきます。ちなみに外にはシェイクシャックなどもあります。それでは中で、ここは撮影できないので。はい、無事入れました。こんな感じですね。ここにスターバックスがあって、シャネルがありますね。でここに薬局もある。32番なので、まあ、お店とかチェックしてみようかな。でモンクレ、セリーヌ、ヴィトンも見えます。これは何なんだろう。ジェントルモンスターっぽい。ジェントルモンスターあった。ジェントルモンスターもあります。あ、前にここで買った覚えがある。すごい。何なんだろうこれは。マルジェラは売ってるのか。マルジェラはなさそうだ。あ、動く。このメガネとか USD で売られてる。215ドルとか。ゲート100なんとかはここからシャトルバスに乗ってきます。シャトル電車ですね。多分上が食事のとこだと思うんですけど、ここはブックカフェだ。ちょっとブックカフェ見てみようかな。サンセットが綺麗そうですね。あ、こっからの空港のビューすごくいい。 LA みたい。すごい。うわ、綺麗。これは携帯で撮った方がいいかもしれないですね。さて、ここのブックカフェは何なのか。あ、スタバが入ってる。あ、ここはなんかラウンジみたいでいいですね。こんな感じで、こんなとこがあるの初めて知りました。なんか六本木のツタヤみたいな感じ。こんな感じで下が見えますね。ここはビビゴ。あー、海苔とかですね。こんな感じで。あ、ここにフードエンパイアってのがあった。こっちにもだ。あ、ここがフードコートってことですね。上が、あー、タコベルとかフォーが入ってる。こっち側はこんな感じ。フォーと
あと中華かな、ジャジャー麺とかちゃんぽんですね。あとエッグドロップ、タコベル、ステラ、これは多分韓国料理ですね。あ、で上もこうやって渡れますね。なのでいちいち下に降りてこなくても大丈夫。でこっちはハンバーガーとかとんかつ、あとビビンバ、韓国料理ですね。でそこにパリバケがあります。バーガーハンター、ニューヨークに行くので、ね、バーガーはここで食べたくない感じです。水をここで買いたいと思います。こっちがこんな感じですね。エッグドロップとタコベルとフォーと、奥が、韓国中華ですね。ジャージャー麺とかマンドゥとか美味しそうだな。はい、今パリバケに来てます。サラダにしようかな。はい、ニューヨークでいっぱい食べると思ったのでさっきのサラダ買いました。ここになんとライオットゲームが入ってますね。この間紹介した PC 版のライオットゲームで、すごい、この中に PC 版みたいなの入ってる。こんな感じで、ここはカフェじゃないか。あ、ゲームをしてるって感じですね。32なんですぐそこですね。ここにブックサンドドリンクとかありますね。コンビニみたいな、バナナ牛乳が売ってる。でここにサラダショップがある。あ、でもこんな感じですね。とあ、これアクジョンで見ました。このお店アイビーファーム、これ全部ここで育ててるんですよね。ここにコーヒーもありますね。ここにプレッツェルの店ですね。これはでもニューヨークで食べたいな。ここがゲートです。ゲート見てみます。人がどのぐらいいるのか。そんないないですね。充電できるところはなんかみんな寝てますね。こっちはなんか車椅子の席になっちゃってる全部。まあ今食事するだけなんでこっちにいたいと思います。飛行機の中にコンセントがあるのかが分かんないんですよ。調べてみたんですけど、なんか飛行機によるって書いてあったので、今7時17分なんでまだまだ2時間ぐらい時間があるんですけど、はい、これがさっき買ってきたサラダです。食べていきたいと思います。パリバケでサラダ買ったの初めて。あ、いい匂いする。サラダはシーザーかな。機内食も美味しそうです。なんかお皿が船みたいな形してる。後で紹介するんですけど、これはファラフェルですね、多分。うん、野菜に味がついてて美味しい。14時間なんで多分3回食事が出るのかな。乗ってすぐの夜ご飯と朝ご飯と朝昼とあと夜ですね。着くのが多分10時なので、その夜は出るのか分かんないですけど、出てほしい。時差が結構あるんでね、あれですよ。では食べていきたいと思います。うん、美味しい。なんだこのさ、ピクルスとなんかが混ざってる感じです。美味しいです。では2時間待ちます。はい、これが今回乗る飛行機ですね。ちょっと自分が映っちゃってるんですけど、これです。エアプレミア。今多分荷物を入れてるのかな。下に降りていく感じですね。そこ。結構ここ寒いんですよね。長ズボン持ってきてよかった。こんな並んじゃってますね。今9時です。9時2分。メトロフィアチェックインチェックインできました。飛行機どんな感じでしょうか。こっちがプレミアムエコノミー、こんな感じだ。27なんだ。意外に広いですね、席。
ましたね、隣めっちゃぎゅうぎゅうです。映画がこんな感じ。韓国の映画ですね。アメリカのはやってないですね。とテレビです。結構寒いな。いやーもう半分以上寝てましたね。今から入国手続きします。はい、到着しました。3番ですね。ここに自由の女神がいます。30分早く到着しました。今からウーバーでホテルに向かいたいと思います。今回のホテルはインターコンチネンタル。タイムズスクエアです。ニューヨーク空港初めて来ましたが、こんな感じなんですね。こんな感じでね、そこからウーバーを捕まえて早くホテルに行きたいと思います。もう10時ぐらいで遅いので。ライドのピックアップは出て左ですね。このグリーンのライドアップピックアップって書いてあります。ウーバーとかリフトとかですね。下ですね。めちゃ混んでます。ウーバー待ち。